俺さ、すき薬局のバイト 受けたんだけど、前バイト受けたっていうか、バイトの面接を受けたんだけど、不採用だったんですよ。で、まあ不採用の場合って理由聞けばわかんのかわかんないけど、まあ、理由が不採用だった理由がよくわかんなくて、まあ、不採用だった理由で想像できるものとしては、その日のお昼ご飯に二郎系ラーメンでニンニクもりもりで食べました。二郎ではないんだよ。二郎系ラーメンのニンニクもりもりバージョンを食べたんだけど、まあ、実際そのラーメン全然うまくなくて、あ、まあもうどっちかというとマジまずい。もう友達3人と行ったんだけど、俺以外の2人もまずい、もう一生行かないとか言ってるレベルの店なんですよ。まあそこ行ったからかな、すき薬局落とされたの。不採用っていうのはちょっと気に入らないですね。なぜすき薬局行こうかと思ったかというと、家から徒歩圏内にすき薬局がありまして、これは最高だなということで、この前受けました。で、あ、もう一つ予想としては、入れる日程を聞かれて、で、俺その場じゃ分からなかったから、分かりませんって答えた。分かりませんっていうか、ちょっと今は分かりませんみたいなこと言ったから、説もあるよね。よし、だけど一つ目のニンニクラーメン食べて口臭がきついから不採用っていうことは多分ないんだと思う、ないと思うけど、まあこれ見てる人で、すき薬局のバイト不採用になったことある人は、口臭が原因の可能性もあるよってことを伝えようと思いました。まあ、結果不採用で良かったとは僕は思ってます。なぜかというと、そこのすき薬局で店員見てると暇そうだから。俺暇が好きじゃないんで。暇より忙しい派ですかね。皆さんも口臭チェックのために、すき薬局のバイトの面接を受けてみてはいかがでしょうか。